相葉結婚コメント全文これからの人生も皆様と共に一生懸命生きていこうと思います人気アイドルグループ嵐の櫻井翔39歳相葉雅紀38歳が28日ファンクラブサイトを通じて結婚することを発表したお相手は共に一般女性同じグループのメンバーとしてはもちろんジャニーズ事務所所属のタレントとしても初の同日発表となったいずれも婚姻届は提出済み 提出は別の日で、互いに今月の良い日を選んだという、相葉のコメント全文は以下のとおり、いつも応援してくださる皆様へ、春霊の功、皆様におかれましては、ますますのご声援、ご清聴とのことをお詫び申し上げます。平素は格別のご配校を承り、厚く御礼申し上げます。 私事で恐縮ではございますがこの度相葉雅紀は結婚させていただくことになりました日々状況が変化していく中でそれぞれそれでも頑張る場をいただきそしてお仕事をさせていただいていますのも日頃から応援してくださるファンの皆様と関係者の皆様のおかげですと本当にいつもありがとうございますこれからの人生も 皆様と共に一生懸命生きていこうと思います今後ともご指導ご弁達の,のほどよろしくお願いします2021年9月28日相葉雅紀相葉雅紀さん1982年昭和57年12月24日生まれ千葉県出身38歳96年入所09年にテレビ朝日「マイガール」で連続ドラマ発出出演代表作はフジテレビ「ようこそ我が家へ」 今月1月からはフジテレビ VS 魂の司会を務めていると NHK 東京2020年オリンピック・パラリンピック放送スペシャルナビゲーターとしても活躍した1 m 7 5ンチ血液型 AB 型ということでね,これねえご,健康ご健康ということですけどね本当におめでとうございますということでねやっぱオリンピックが終わってこのタイミングになったのかなということでね櫻井翔さんも、ね、同日発表でねダブ,ルダブル受賞だけで ダブル幸せですよね。うん、ダブル祝福ですね。うん、本当にね、えー、おめでとうございますということで、えー、本日のニュースためになったって方はチャンネル登録高評価をいたします。では次のニュースでお会いしましょう。それではさよなら。